場所を走って、ね、ほぼ一緒にですね。そうですね。内容的にも自分なりにいいレースができてるって感じはあります。まあまあまあ、ね、できてる時もあればできてる、まあ、まあできてない時も負けてるんです、うん、実況やってるんです。中継担当です。お願いします。お父さんにいろいろお話を。田辺さんも現役時代もだいぶお世話になりました。お名前も伺っておりまして、ずっと大学時代からずっと聞いてた。遠くの、ね、G3 いかがでしたか。地元で、うん、地元で、うんうん、まあまあまあ決勝は何でしょう、うん、まあまあいろいろ思うことはあるんですけど、うん、決勝は今度まあよしとします、うんうん、結構勝ち上がり段階では悪くないレースができてるのかなっていう感じは見えましたもんね。悪くないと思います、ね、はい、今回ワンツースリー決まった3人がそっくりそのまま来てるんでなかなかないですよ、ね、しかも初日全く同じ番組なんで。そうですね。またしっかり決められるように。はい、しっかり自転車取るだろうと思ったんですか。思ってます。思ってなかったんですか。大学に3年生ぐらいですか、ね、あ、そう。じゃあ1年で入った頃はまだ全然プロやろうとは。あ、もうプロやるつもりなくて大学行ったんで、うん、あ、そうだったんですか。あ、僕も慣れてなかった。お父さん見ててしんどいなと思ってました。危ない。あんまいいケーキ、ケーキがいい聞かなかった。賞金下がったよとか。なんでやろうと思ったんですか、2、3年ぐらい。まあでも、ナショナルで、カズナリさんとかに行ったさんと、練習させてもらう機会があって、まあでも、その時も G1 取られてたんで、別に頑張ればできるんじゃねえとか。小さい頃から親父の背中見たらそれで知り合いになるのかなと思ったらそうでもないんですよ。なかなかいないんじゃないですか。怪我とかね、なんか見てたらね。そうか、怪我してる姿。